なんか正直剣でよくね。ハリケーンさんとメインキャラ何ですか？ダルシムです。あと2勝、あと2勝でマスターです。中断、レッツゴー。昇竜出したってうぜー、ムカつくぜムカつくぜムカつくぜ、全部ムカつくぜ。全然やりたいコンボじゃない。パワーゲザー、お、ブランカいいね。でもマジで全然キャラパワー感じねえわ、テイリー。パワードウェイ、オッケー、あと900。まあ多分ベガーがヤバすぎたせいでテリーはマジちゃんとしようってなったんかな。まあでもムカつきそうなキャラにはなりそう。コンボ判断むずこいつマジで、めっちゃむずいんだけど。 SA3SA2 絡めるコンボにするのマジむずいな。あんまり使う人いなさそう。いるんかな。なんか正直剣でよくね、剣でよくねって今なってる俺は。なんか剣の方が全然強そう。まあ弱くはない。まあでも剣に突進技がついたと思えばいいのかな。だったらテリーの方がいいのかな。なんかやっぱ立ち回りの部分でバーンナックルがあるのがいい味出してる気がするんだよな。これな、これゴミ。おー、うまい。そうやってキャンセルするんだ、中央だったら。なるほどね、なるほどね、そういう風にやるのね。バーンナックルの根元で当たった時 SA3 ってことね。うわ、危ねえ。当たったと思った、発生遅っ。はい、一抜けあざす、一抜けあざす。テリーモダンはありだと思いますか。わかんない、何がないのモダンって。まあでも微妙じゃね、なんか微妙そう。ハリケーンさんとメインキャラ何ですか。ダルシムです。これ確認簡単、これで使った方が良さそうだな。 SA3 キャンセルできんのかよこれ。クソ強いやん。おはようございます。テリーどんなもんですか。まあまあって感じ。それ以下でもそれ以外でもない。まあまあって感じ。あいや、リサル、あれ届かないん？マジかよ。うざ。しかしコパン？マジかよ。やるな。ございます。テリーどんなもんですか。ちょ、俺同じコメントを800回ぐらい読んでんだけど、ずっとテリーどんなもんか教えるボットになってる。でもなんかやっぱむずいな。ベガの時負けなかったもんな、ダイヤ隊。マジかよお前ら。えらお前遅らせぐらしてる。危な、こいつおぼろしやがった。
ケー、削りオッケー、よーし、あと2勝、あと2勝でマスターです。いいよ、2回勝てばマスター。なんで止まれんねん。クイックバーン。しゃあ、あと一勝、あと一勝、いっちゃおう。うざ。中断、いい、レッツゴー。間に合った、30分までに間に合ったな。まあでも使ってみたけど、まあ俺はいいかな。こいつで上手い人に勝てるビジョンが俺は今見えない。まあでもそんなバカみたいに増えることはなさそうだね。まあ勝率 52%、 42戦しかやってないけど、うわむずいね。闘技の中でもなんか一番むずいかもしれない、コンボとかが。なんか火力伸ばすのむずいし、ゲージ管理もだいぶむずそうな予感がしてる。でいいところは、まあ、立ち回りで突進が気軽に使えること、早いしね突進、まあ、そこがいいかな。あとはなんか大パンとかのリーチがもうちょい長かったらなーって思う。中足ラッシュがあるのもいいね、いいことだね。まあ結構使い手選びそう、まあ、あとモダン適性はあるかどうかわかんない、見てない、知らない。まあでもキャラクター自体はかっこいいからね、使うのはありだと思う、ありだと思うんだけど、今回のパッチで強いキャラクターたちがだいぶ据え置きだったし、もともと強くて奪われたキャラクターたちがちょっとだけ復活したから、まあむずそうではあるね。もうちょいぶっ壊れてる性能かと思ったけど、まあ、そうでもなかったね。まあ皆さん使ってみてください。